腕座膝型は、柔道の関節技。膝を曲げた足を使って極める技。行動間、国際柔道連盟における正式名。アイフにおける、別正式名膝、型、UH 膝型め。アイフ略号ヒグ。チェコスロバキア柔道、レジェンドラジミール・ロレンツによるスネを、相手の顔の前に置く腕座膝型極め方には、様々なバリエーションがある。 基本型は、ガードポジションから右手で、相手の右手首を掴んで引き、相手を前に崩し、左膝を、相手の右肘に当てて、左足を、相手の右脇腹、または帯に当てて、視点とし極める。記録映画、柔道の神髄三船十段では、膝片腕座、立ち姿勢からのものは、縦合腕座の名称で紹介されている。柔道河合氏しメソッドでの別名腕座変化儀。 柔道系の、型の形でも演じられている。全日本柔道連盟 c a 平成26年度全日本型、競技大会優勝組演技、型の形から YouTube 試合での実例ガンバ当たる、オドバヤル、橋本総司アイフサイト映像腕座十字型に、近い形で極めている。サリーコンベイ、ガブリエラ・ウィレムス、アイフサイト映像腕座腕肩に、近い形で極めている。 柔道かわいしメソッドでは基本型からさらに左足を相手の顔の前に移動して極める技を腕座膝型としている。横腕座はうつ伏せの樹の右腕を両手でつかみ両脇を締めて伸ばし上から左足をかけ左足を樹の顎にかけ視点とし左膝で樹の右肘を押して極める腕座膝型。記録映画柔道の神髄三船十段では 腕肩腕座の名称で紹介されている。腕座別型は、ガードポジションから片手で、相手のどちらかの手首を持ちその腕に片足を絡めて、極める腕座膝型。もう一方の手で、相手の後帯を掴む場合もある。足首を、相手の膝裏にかける場合もある。記録映画、柔道の神髄三船十段では、腕肩腕座の名称で紹介されている。 腕座膝肩の一つ対片腕座メディアを再生する、体片腕座の実演動画対片腕座は、柔道での正式な分類では、腕座膝肩に包含される。ガードポジションで、下の選手が上の選手の腕を持ち、足を外側から肩付近に絡め、そのまま絡めた腕の脇の下から、自分の体を相手のガードポジションから回転するように脱出しつつ、相手の腕を、 背中側から取る技である。ブラジリアン柔術では、オモプラッタと呼ばれている。オモプラッタとは、ブラジルの公用語ポルトガル語で、肩甲骨のことである。国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟ともに、ティーン以下では禁止技である。別名三角艦。三角艦は、三角絞りや腕座三角肩を刺す場合も多い。詳細は、 オモプラッタを参照リバースオモプラッタは、敗人ハロールの後、あとけさ方の体勢から曲げた足に、相手の片腕を絡めて極める腕座膝方。亀の体勢の相手の背後から両足で、相手の左腕を挟む腕座足方のような体勢から、左足は挟むのを外し右足は、相手の左腕に絡めたまま左足で床を蹴って、相手もろとも前転する、敗人ハロールを行う。 あと、けさ方の体勢になったら右足に絡まった相手の左腕の肘関節を極める。ムンフバットウランツェツェグの得意技である。試合での実例ムンフバットウランツェツェグガンファンミン、アイフサイト映像腕座膝肩の一種、V クロスアームロックの実演詳細は、V クロスアームロックを参照 V クロスアームロックは、腕座膝肩に包含される。掛け方は相手を、本けさや、けさで抑え込み、 曲げた右足で頭部側に曲げた相手の右腕を絡めて、固定し右腕で相手の頭部を持ち上げ、腹を突き出して極める。自らの右足と相手の右腕が、それぞれ部位の事情で交差しているのでこの名が付けられた。別名スカーフホールドアームロック。今朝感は、V クロスアームロックに似た肘関節にで極める腕を、部位の事情にせずに伸ばして極める今朝肩からの腕座膝、肩。 別名スカーフホールドアームバー、タイアンドフットアームロック、スカーフホールドアームロック。試合での実例、ウィリー・ウィリアムス前田明発表は腕ひしに足固めだが、行動間の分類では腕座膝型である。行動間の分類でも後下さ型から同様の形で極めた場合は腕座足型となる。総膝十字型はガードポジションから樹の両、手首を両、 脇で挟むか両手で掴むか、両手を組んで自分の胸に押さえつけるかし、樹の両腕を伸ばし、両膝で外側から樹の両上腕を押して、両肘を極める腕座膝肩。立ち姿勢から飛びついて極める場合もある。柔道かわいしメソッドでは、膝肩と呼んでいる。別名両肘固め、ダブルアームバー。試合での実例、マイクボークアレクサンダーをつか。 バイセップスライサーの多くは、腕座膝肩に包含される。相手のくの字に曲げた片腕の中に、自らの前腕か、すねを入れてから強引に曲げることにより、相手の上腕に頭筋を痛めつける関節技である。前腕を入れ、足の力で曲げないものは、腕座腕肩に分類される。バイセップスライサーの代表的な形のものとしては、左からの横四方肩の下から、 相手の右袖を持ちながら、右すねを相手の左上腕部内側に当てる。相手の左腕を曲げ右のすねとももで相手の左前腕部を挟み抜けないようにする。両手で相手の左上腕部を引き極める。実演動画、ジャジフルールズ、ジュ、ジッツメジャーフルズ。YouTube ブラジリアン柔術の国際ブラジリアン柔術連盟では、ジュブナイルイカや、 紫体生体白帯では反則である。国際充実連盟ネ技充実では U16 以下では反則である。別名バイセップススライサー。キーロック、編集プロレースでよく用いられる。キーロックはバイセップスライサー、腕座膝肩の一種である。グラウンド状態で相手の片方の腕をくの字にして二の腕と手首のあたりを片足で挟み、曲がった腕の間に 自分の前腕を通し四の字の形になる要領は足を組んで固め、自分のいる方向に体重をかけて引っ張ることで極める技。詳細は、キーロックを参照腕座膝肩返しからの腕座膝肩、編集腕座膝肩返しというスイープがある。ガードポジションから左手で相手の右袖口を取り、左足を外から相手の右腕に絡める。右すねを相手の腹に当て、 右手で相手の左足首を取り、相手の左足を持ち上げながら、左足で相手を外側に揺さぶって、相手を仰向きに返す。そのまま、相手の右腕奥の字に曲げて、中に左すねを通し、全部で相手の右腕に体重をかけて、横四方肩の体勢で、バイセップスライサー、腕座膝肩を極める。柔道局の形取りすり紙で演じられる腕座膝、肩は、 うつ伏せの相手の片方の肩、または、上腕と手首をつかみ床につけて、相手のその腕を前に押し出し伸ばし、片膝頭を相手のその腕の肘に乗せて、体重をかけて極める。古流柔術の演武でもよく演じられる。格闘技の試合では滅多に使われない技である。全日本柔道連盟 CA1、平成26年度全日本型、競技大会優勝組演技。 曲の形から YouTube ありがとうございます。